お疲れ様です。ポンです。本日2本目の動画になります。はい、今日は大人気極真連合会の S さんの話をしたいと思います。もう S さんの話はね、何回もしてるんですよ。それでこの話ね、もう自分してると思ってたんですよ。でもまっちゃんがこの話してないと、この話おもろいからこの話したらどうって、まあ、言ってくれたんですよ。それで、あ、やってないんかと思って、今日はその面白い話をしたいと思います。5代目山口組時代にね、自分とかまっちゃんとかね、当番とか、事務所に用事ある時とかね、関西に、まあ次のうち結構半分ぐらいは関西でいてることが多かったんですよ。でその時に、たまたままっちゃんと自分と同じ時期に関西に入ってたんですよ。で、まっちゃんは結構ね、関西にいてるときは、その、極真連合会の S さんとご飯食べたりとか、行動を共にしたりすることが多かったんですよ。でもそのときは、S さんに電話かけてもね、S さんが電話出なかったんですよ。それで自分とか、自分の友達とか、まあ何人かで一緒にご飯食べてたんですよ。まっちゃんも含めてね、S さんが連絡取れへんだから。そしたら、8時過ぎぐらいにね、夜の、まっちゃんに電話になったんですよ、S さんから。悪い悪いと。電話気づけへんだわ、みたいな感じでね。それで、ご飯食べようよと、今から一緒に。そしたら、まっちゃんも言わなくていいのにね、今、ポンちゃんとか、で、ポンちゃんの友達とか、まあ、みんな一緒に、飯食べてるんですよ、と。まあ、そんなこと言ったんですよ、S さんにね。だから S さんが、もうみんなでおいでえな、と。一緒に食べようよと。みんな仲良したらいいやん、みたいな感じでね、言ってくれたんですよ。でも、自分は、もういらんと、行きたくないと。もう S さんめんどくさいから、トラブルばっかりやからね、で行きたくないと言ったんですけど、もうまっちゃんがまたいつものように無理やり、もう行こうって、と。もう行こうよと。ポンちゃんそんな釣れないこと言わんと行こうよと。言って無理やり連れて行かれたんですよ。で、自分の友達一人とね、他の友達はもう行かないと。言って来なかったんですけど、自分とまっちゃんともう一人、まあある組織のね、人間と3人で行ったんですよ。そしたら、まあ大阪市内のね、まあ、ある場所の焼肉屋なんですよ。それでその焼肉屋に自分らが行ったら、もう S さんらが6、7人で食べてたんですよ。で、そこに合流して自分らも。で、S さんが好きなもん食べて、好きなもん飲んでやと。遠慮せんと。バンバン行ってくれと。でも、まあまあ、いい焼肉屋さんなんですよ。で、S さんなんかで金入ったなと。自分のまっちゃんとコソコソ話してたんですよ。でも S さんは、注文するときは、こいつに言ってくれと。S さんの横に若い子がいてたんですよ。まだ23、歳ぐらいのね、若い子がいてて。注文は全部こいつを通してくれと。で、まあ自分はもう何のこだわりやねんと。めんどくさいなと思ってたんですよ。で、まあビール頼むんやったら、その子にビール何個とか。全部その子を通すんですよ。で、その子が店員さんに、まあ注文するんですよ。で、まあ普通にお酒飲んで、焼肉食べてたんですよ。でも自分はあんまり肉好きじゃないんですよ、正直ね。サラダとか、生レバーとかね。生レバーはまあ食べれるから、当時は食べれたからね。生レバー食べたりしてたんですよ。そしたら S さんがね、小さい声で、自分らにね、このお店のオーナーは、〇〇組の頭補佐してる、なんとかいう人間の店やと。まあそういうふうに教えてくれたんですよ。だから、ヤクザがオーナーの店かと。で、その付き合いで S さんが来てんねんなと。自分らは勝手に思ってたんですよ。自分もまっちゃんもね。結構、美味しいんですよ。何食べてもね、ちゃんとこだわってるような感じなんですよ。肉もどこどこさんとかね、ちゃんとブランド牛の名前が入ってるんですよ、メニューに。自分らが行ってからも7、8人来てるんですよ。そのS さんの関係の人らがね、肩書きの人もまあいてたんですけど、まあヤクザもんも結構いてて、まあ20人近くになってたんですよ、そのS さんの席がね。それでまあ2、3時間食べて飲んでして、まあ会計しようかと、まあいうことになったんですよ。で、S さんが会計してくれと、なんぼやって言うて、まあ言ったんですよ。そしたら37万円ですと、お会計がね。で、あ、結構いい値段やなって、まあ自分は正直思ったんですよ。そしたら S さんが、ほー、37万かと。で、若い子の方を見て、なんぼやって聞いたんですよ。そしたら若い子がニヤって笑いながらね、26万円ですと。
まあ言ったわけなんですよ。そしたら S さんがニヤって笑ってね、なんやこの店ぼったくりかいと始まったわけなんですよ。そしたらぼったくりなんかしてませんと、ちゃんとつけてますと、伝票も持ってきてましたよ。ビールが何杯とか、あの焼肉のロースが何本、バラがいくらとか、まあそういうチェックつけたやつを持ってきたんですよ。でちゃんと計算しましたと。そしたら37万円ですと、間違いないですと、まあ、向こうは言い切ったわけなんですよ。で店長呼んでくれと、まあ、店長が来たんですよ。ちょっと高ないかと、まあ、高ないですと、ちゃんと計算もしますと。で S さんが、いやうちの人間につけさせとったねと、注文したものをすべて。そしたらうちの計算では26万円やと、この差は何やと、だから分かんないですと、そちらの間違いじゃないんですかって言ってきたわけなんですよ。で S さんが、何やと、うちの若い人は頭がボンクラで足しなもできへん言うんかいと、それどういう意味じゃこらと。で自分はうわ最悪やと、もう飲み食いのことでもうこれ言い出したら恥ずかしいやんけど、まあ思ったわけなんですよ。そしたらまあ向こうはもう絶対間違いないと、まあ言い切るわけなんですよ。で S さんも間違いないと、うちの若い子は間違いないと。そしたらこれ聞いてもらおうかと、まあ実際アタッシュケースがあったんですよ。そこに当時ねテープレコーダーみたいなやつが入ってるんですよ。で外にマイクみたいなね穴がいっぱい開いてるんですよ。でそれに録音してるわけなんですよ、注文を。で途中でテープが満タンになって入れ替えてるんですよ。で自分もそれを何してんやろなって思ってたんですよ。でこれ聞いてもらおうかって言って再生をしたら注文が全部入ってるんですよ。その S さんの若い子が注文してる言葉が全部入ってるんですよ。向こうの店長の顔がちょっと変わってきたんですよ、その録音を聞かされて。で S さんがオーナー呼べやと、オーナーですかっていう感じで向こうも言ってるんですよ。でそうやと、オーナー呼べやと、ちょっと待ってくださいって言って、まあ、電話か何かしに行ったんですよ。でオーナー来るって言ってますと、ちょっと待ってもらっていいですかと、10分ぐらいで来てもらってくれよとかね、まあ S さんは言ってたんですよ。だそのオーナーっていうのは結局そのある山口組のね、ある組の頭補佐してる人間なんですよ。まあ二次団体の頭補佐なんですけどね。で結局 S さんは鼻からそれが狙いでやってるわけなんですよ。でオーナーが来たわけですよ。で一連の中では電話か何かでも説明は聞いてるんですよ、オーナーはね。で若い人2人ぐらいそれで来たんですよ。来れないね、 S さんにやからを言いに来たのですかと、ヤクザが飲み食いのことで高い高ないって恥ずかしくないんですかと、そういうことはやめてくれと、同じヤクザとして恥ずかしいと、まあ、そんな風なことを言ってきたわけなんですよ。で S さんがほー恥ずかしいかと、俺は全然恥ずかしくないと、ヤクザのダイムを持ってて、それでぼったくりされてる方が恥ずかしいわと、ここははっきりさせとこうかと、まあ S さんはそんな風に言ったんですよ。そしたらそのオーナーね、まああるところの頭補佐は、うちは全くぼったくりなんかしてないと、自信持って言えるって言い切ったわけなんですよ。で S さんは、いや必ずやってるなと、なんか自信持ってるんですよ S さんは、その言葉にね。そしたらそのタイミングでね、アルバイトの女の子がその席に来て、すいませんと、私見ましたと、店長が伝票に正しい注字を足してるとこを見ましたと、注文も受けてないのにお会計の時に足してたと、それにそれ私見ましたと、だから不正な請求してますっていうことをアルバイトの女の子が言い切ったんですよ。で S さんがはっはーと、そういうことかと。で、〇〇組のナイナイさんは、この落とし前、どうつけてくれるのと。証人こんだけ出るよと。このそどこどこ組、このそどこどこ組とか、みんなのこと言い出したわけなんですよ。もちろん自分のことも、もちろん抹茶のこともね。こんだけ証人おると。店側の人間に不正してるっていうことを言われて、オーナーのあんたはどうするんやっちて。言い出したわけなんですよ。結局自分らは巻き込まれたんですよ、 S さんに。それで自分はもうめんどくさいなと、まあ S さんのしそうなことやなと、まあ思ってたんですよ。オーナーがそのアルバイトの女の子に嘘つけと、そんなこと店長がすることないと、店長を呼んだんですよ。お前したんかと、まあ、もちろん店長はそんなことしてないと、することないと、だからこんなアルバイト何言うかわからんと、
嘘言ってるだけやみたいな感じでそのアルバイトを責め出したんですよ、店の従業員だが。でアルバイトの子は、いや私は見ましたと、間違いないですと、いっつもやってると、店長は他のお客さんにもやってると、ただ他のお客さんは黙って払って帰ってると、今回初めてこういう風になったと、だから私は嫌やったと、ずっとそういう不正をしてるのが嫌やったと、だから今日はタイミングがあったから言わせてもらったと、まあそんな風にそのアルバイトの女の子が言い切ったわけなんですよ。でオーナーがもうええ向こう行っとけっちゅうて、そのアルバイトの子を向こうに行かしたんですよ。で S さんがさあ今からヤクザの話しようかっちゅうて、どうするんやと、ここでいいんかと、他のお客さんもおるぞと、どうするんやっちゅうて、場所変えて話しようということになって、 S さんが自分らにえらいしょうもない話になって悪かったなと、みんな気づけて帰ってやと、また連絡するわっつって、また改めて飲もうっつってね、爽やかな顔してニヤニヤ笑いながら S さんは言ってました。それで自分とまっちゃんとね、もう一人一緒にいた人間と3人で、まあ、帰ったんですよ。で自分がまっちゃんに、あれ S さん鼻からああいう風にしようって思ってたよなって、まあ、言ったんですよ。そしたらまっちゃんもそらそうやなと、 S さんが金額の春焼肉屋にあんだけ人数呼んで飲み食いさすことないと、あれはもう鼻からあの店がぼったくりしてるの分かってたから、あれやっとんねやと、あの店もかわいそうやなと、とことん取られるんじゃあの人間っちて、お金をね S さんからこれ以上関われたくないなと、まあそんな話をしながら帰ったんですよ。そしたらね、夜中の3時ぐらいに S さんからまっちゃんに電話あったらしいんですよ。今日悪かったなと、しょうもない話に付き合わせてと。で話聞いてたら、そのアルバイトの女の子、その女の子が S さんの知り合いの娘さんなんですよ。で店がそんなぼったくりしてると、でオーナーがヤクザやと、もう全部最初に情報を聞いてるんですよ。それででもその女の子はそのアルバイトを辞めるって言ってたらしいんですよ。だから俺が30万円やるから、その店でぼったくりやって揉めるから証言せえと、30万あげるからって言ってね、 S さんが話持ちかけてるんですよ。その話を聞いて、で女の子も分かったするということでやってるわけなんですよ。だから S さんは鼻からもぼったくってくるっていうのを知ってたんですよ。だからみんなに飲め食えって言ってね、金額を向こうがぼったくれるような状況を作ってるんですよ。もうこれはもう S さんが100対0の話できるやろうと、自分もまっちゃんも思ってたんですよ。でもね、まあある人間が間に入ってきてちょっと話がねこじれるんですよ。それで S さんがまあ怒り狂うことになるんですけどね。はい、ということで申し訳ありません、今日の話はここまでにしたいと思います。明日この続きを喋りたいと思います。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。